任天堂 3DS をご紹介します。任天堂 3DS では専用のメガネをかけなくても 3D 映像でゲームを楽しむことができます。 3D 映像は上画面に表示されます。下画面はこれまでの DS と同じようにタッチして操作することができます。またこの 3D ボリュームで調整すれば 3D 表示から 2D 表示に切り替えることもできます。これまでの DS シリーズのソフトは 2D 表示で今まで通り遊ぶことができます。さらに任天堂 3DS には外側にカメラが2つついています。この2つのカメラを使うことで 3D 写真を撮影することができます。任天堂 3DS の 3D 映像は本体でしかご覧いただけませんので、ここでご紹介する映像は 2D 表示でお伝えさせていただきます。任天堂 3DS を起動すると表示されるのがこのホームメニュー画面です。ここから遊びたいソフトを選んで始めます。任天堂 3DS にはあらかじめさまざまな内蔵ソフトが用意されています。その一部をご紹介します。ミースタジオでは Wii の似顔絵チャンネルのように自分や家族、友達のミーを作ることができます。選べる顔のパーツが増えましたので、より細やかに表現することができるようになりました。写真から自動的にミーを作ることも、自分で作るのが苦手な人には便利な機能ですね。作ったミーはゲームに登場したり、友達と交換したりするほかに、画像として書き出すこともできます。 Wii 似顔絵チャンネルや友達コレクションからミーをもらうことも。任天堂 3DS は電源を入れたまま持ち歩けば自動的にすれ違い通信を行います。カバンに入れて持ち歩いていた任天堂 3DS 同士がすれ違い通信を行うと、このように広場にミーが遊びに来ます。この AR カードを任天堂 3DS のカメラに映すと、このように実際にはカードしかないのに、そこにはほら見えますか。 AR ゲームズにはこのカードを使ったいろいろな遊びが入っています。任天堂 3DS は持ち歩くだけでその日の歩数を記録することができます。カバンに入れて持ち歩けば歩数計として使うこともできます。他にも思い出記録帳では、よく遊ぶゲームや最近遊んだゲームなど毎日の記録を見ることができます。本体のカラーはアクアブルー、コスモブラックの2色。任天堂 3DS にはまだまだたくさんできることがあります。一度にはお伝えしきれませんので、今回はこの辺で。任天堂 3DS、 もっと詳しく知りたい方は任天堂ホームページをご覧ください。